到着しました秋田駅。今回は秋田市内を1泊2日でゆっくり回っていきたいと思います。秋田駅といえば改札を抜けるとすぐなまはげさんがお出迎えです。これ前来た時は悪い子はいねえかっていうあの音が出るやつがあったんですけど、今回はないですね。撤去しちゃったのかな。今晩はちょっと冷えるので秋田きりたんぽ屋できりたんぽをいただきたいと思います。よし行こう。残念、予約でいっぱいでした。別のお店に行きたいと思います。今度はこちらトッピンパラリノプというお店に行きたいと思います。ここでも食べれるみたいです。行ってみましょう。すごい、もう全部おしゃれ。焼き物のご案内なんですけど、はい、よろしければ最近、ここ最近だと、はい、柳の舞、赤照り、イワシもいいですね。イワシもいいんですけど、イワシ一番なるほど、秋田じゃないですね。どっちがいい？柳の舞いただいてもいいですか？はい。ミニオンクのコースの、はいはいはい、あれをたまにコースみたいな出来上がってるコースがもうある。そうですね、ああガーリックのり巻きだって。すごい、うん、うまっ。秋田田舎じゃないですか。いや全然秋田の駅は結構大きくないですか。青森よりは都会ですね。青森、そうですね。例えば青森には負けてないって多分秋田県民みんな思ってます。結構いいんですか。本当ですか。ありがとうございます。じゃまだおかわりもあります。はい、いただきます。はい、じゃあ途中で入れて、はい、豚バラ肉の原始焼きです。うまそう。到着しました。でかい、すごい綺麗。ということで食べてきました。いやめちゃくちゃ美味しかったですね。あの何といっても原始焼きと柳の前まず頼んじゃいましたけど、めちゃくちゃそれぞれ美味しかったですね。お肉もねもう柔らかくてもう塩気が完璧でしたね。あれ抜群でした。本当美味しかった。秋田駅前です。なかなか発展をしております。この秋田駅を出てから向こう側のね商業施設に渡るまでこうした歩道橋があるので、こういったところもねあの雪とか降りますから
非常にいいですよね。はい、ではこれからちょっと電車に乗って移動していきたいと思います。秋田駅から2駅、土崎駅に到着しました。なんかすごい可愛らしい駅舎です。レンガ造りに、あれはステンドガラスか、可愛くておしゃれな駅舎になっています。目的地はですね、ここからちょっと歩きます。ここに地図がありましたが、ここが土崎駅で、ここをぐーっと行ってこっちかな、ここですね、道の駅秋田港、ここまで行きたいと思います。到着しました。秋田市ポートタワーセリオンです。高い、全長は143メートルあるそうです。この100メートルのところから無料で展望台に入れるということで、早速登ってみたいと思います。このように展望無料の案内、ご自由にどうぞと出てます。ちなみに日没時間なんかも案内されてるみたいですね。これはありがたいですね。ということで展望室まで上がってきました。ここは高さ100メートルです。奥に見えるのが日本海です。すごいですね。こちら西側の景色になっています。風力発電がね、いろいろ回ったり。ちなみにこの辺ですかね、この辺はですね、秋田港の軍艦が太平洋戦争によって沈められた場所に作った埋め立て地だそうです。今防波堤の役割を果たしているそうです。ちなみにこの土崎は太平洋戦争の終戦前日、1945年の8月14日にですね、大空襲にあって結構な被害を受けたそうですが、その時にここに止められていた軍艦が沈められたということ、その後は復興のシンボルとしてあそこを埋め立てて復興に尽力したということみたいです。こちらが南側の景色です。あの真ん中に見えている白いのは秋田県立野球場の小町スタジアムです。そしてそのまま右にパーンしていくと、向こう側、今日はちょっと白いもやがかかって見えづらいですが、向こうに山形県方面鳥海山が見えます。佐々木希さんとか有吉さんとか来てるみたいですよ。こちらが東側の景色になります。真ん中に見えているのが JR 秋田東日本の秋田総合車両センターです。そして奥には太平山の中岳、太平山ですね。すごい晴れてるので綺麗によく街が一望できます。さあ、こちらが北側の景色になります。この下に見えるのが秋田臨海鉄道の線路だそうです。ここでぐーっとこっちに行ったりですとか、またちょっとこっちに目を向けたらこちらにも軽く線路が伸びています。これどこに繋がっているんですかね。これ奥にガーッと繋がっているかと思います。そして向こう側が世界遺産の白神山地、そしてこの右に向けていくと、あちら側が十和田の方面ですね。さあ2階ほど降りて、こちら3階という扱いなんですけど、こちらにですね、吉田晃生のサインがあるそうです。吉田晃生といえばね、秋田の金牛のようで甲子園準優勝ですから、よく覚えてます。日本ハムと仮契約を結ぶときにこのセリオンで契約書にサインしたんですね。へえ、それは全然知らなかった。あの近江戦でね、サヨナラツーランスクイズしたのめちゃくちゃかっこよかったですね。ここにサインが書いてあります。この窓に書いてあるんですね。へえ、あ、確かにサインがしっかりと書いてあります。完全にミーハーです。ということで降りてきました。いや、非常にいい眺めでして楽しかったですね。それでは秋田駅の方に戻っていきたいと思います。と
ということで秋田駅に戻ってきました。時刻はちょうど12時半というところなので、早速ランチに行きたいと思います。人気店だという炭火焼肉の Q さんにやってきました。予約も何もしてないんですが、入れるかな、聞いてみたいと思います。残念、 Q さん予約で満席でした。やっぱり人気店なんですね。ちょっと別のお店に行きたいと思います。秋田といえば稲庭うどんということで、8代目佐藤洋介さんに入っていきたいと思います。ということで稲庭うどん食べてきました。いや本当に美味しかった。醤油とごま味噌それぞれ2味楽しめるというものだったんですけど、もうあれは無限ループですねどっちかというとごま味噌の方が好きでしたかね、風味的にも。そしてここには秋田銘菓金満があります。28個食べましたってやつですね。まあ、元ネタはほとんど知らないんですけど、あの乃木坂工事中で鈴木彩音さんが紹介してました。埼玉で言えばあれですね、10万石まんじゅうと同じだと思ってます。ということでこの後は観光していきたいと思います。では目的地へ移動します。久保田城跡がある千秋公園にやってきました。この中結構広いみたいなんで早速入っていきたいと思います。市民の憩いの場となっている千秋公園、ここは二の丸跡だそうです。すごい広い。もう今日は晴れてて気持ちいいですから、市民の方々がベンチなどに腰掛けてゆっくりしているのが見受けられます。千秋公園にある久保田城跡の表門です。ご立派。この辺りが久保田城の本丸跡だったそうです。ちなみに本丸は明治13年1888年に大火によって焼失してしまったそうです。秋田藩最後の藩主であります佐竹義兼公です。一度太平洋戦争の最中、国の金属回収策のために一度失われたそうですが、終戦後に改めて復元をしたらしいです。すごい立派なお墨櫓です。中に入れるみたいなのでちょっと行ってみましょう。残念、3月31日まで冬季休館らしいです。このお墨櫓は一般100円から入れるみたいなので、気になる方はぜひ入ってみてください。千秋公園を上から見ると秋田市街も少しよく見えます。奥には高い山々が連なっているのがよくわかります。久保田城の外堀です。夏にはハスが一面になるとのことですが、今は3月なので完全に湖みたいな感じになってます。秋田と江戸を6日で往復したという伝説を持つ飛脚与次郎くんです。ちなみに今 Google マップで調べたら、秋田駅から皇居までは歩くと5日かかる計算です。なので往復6日はかなり早いですね。千秋公園の向かいには市民のふれあい広場アウト、隣には秋田県立美術館があります。どちらも綺麗な建物ですね。アウの中にちょっと入りましたが、内装とても新しく非常に落ち着ける場所でした。秋田の県道233号線です。
すごいですね。ここ1,2,3,4,5 車線あります。大きな道路です。そして右側に流れるのがですね、このお堀の間に流れているのがこちらが旭川です。もうちょっと向こうに行くと秋田随一の繁華街である川端が広がっていきます。旧秋田銀行本店として使われた赤レンガ館です。今は秋田市立赤レンガ郷土館として運営されています。美術は疎いですがとても美しいレンガ造りということは分かります。スズラン通り、向こうが川端地区ですね。行ってみましょう。川端には黒猫がいました。かわいい。いろいろなお店が軒を連ねていますが、やはりお昼のお時間なので皆さん軒並みシャッターは閉まっています。準備中ですね。夜はもっと賑わってるんですかね。ということで秋田駅に戻ってきました。時刻は16時54分です。ちょっと歩き疲れたんでね、あの秋田駅の構内にスタバがあるのでちょっとそこで休憩したいと思います。さあ休憩も終わったので秋田最後のご飯を食べに行きたいと思います。もうなんだここって感じですけど、ここ一応秋田駅の中です。この秋田駅の構内にトピコという場所がありまして、これの3階にお目当てのお店があります。秋田最後のお店はこちらです。秋田比内地鶏屋さん。秋田の比内地鶏は日本三大比内地鶏の一つですから楽しみです。行ってみましょう。到着しました。比内地鶏と親子丼、究極の中です。よいしょ。これはやばいな。で、お漬物とお味噌汁もついてますね。じゃあいただきます。はい、ということで比内地鶏屋で比内地鶏の究極親子丼を食べてきました。いやめちゃくちゃ美味しかったですね。卵が濃厚でふわとろで、また地鶏もですね香ばしくて歯ごたえがしっかりあって非常に肉厚で美味しかったです。ということで秋田の旅はこれにて終了。この赤いラインがかっこいい秋田新幹線小町号に乗って帰っていきます。改札通ったらね、ぬくもりの秋田へまたどうぞと書いてありましたから、またね秋田に訪れたいと思います。ということでこの動画はこちらで以上となります。また次の場所に移動したいと思いますのでよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。